ズウィック州、シェディアック出身。レネ・デュプリのリングネームで知られる。父は、レスリングプロモーターのエミル・デュプリ。その父の教えを受けて、1997年に14歳でデビュー。17歳の時に、WWE にテープを送り自らを売り込むが、WCW 買収の時期と重なり、多数の選手が WWE に移ったことで試験さえさせて、 もらえなかった。その後、プロレスをやる傍らボディビルディングも始め、地方の大会で優勝したこともある。2002年、WWE のトライアウトキャンプに参加し、ディベロップメント契約を結ぶ。株団体オビューでは、ランスケードとのコンビで、タック王座にも輝いた。2003年4月、WWE に昇格し、RAW にて、レネデュプリのリングネームで、初登場。 シルバングラニエと反米思想家チームラ・レジスタンスを結成。フランス語で挨拶をし、英語でアメリカ批判を行い大ヒールとして活躍。2003年に行われた PPV バット・ブラッド2003で初の世界タック王座を獲得した。なお、19歳での大冠は WWE 最年少であった。その後、レジスタンスのメンバーに ロブコンウェイが加入し、3人で活動することになるが、2004年3月に行われたドラフトで、スマックダウンに移籍することになる。スマックダウン移籍当初は、ジョン・シナと US 王座をめぐって構想開始、シングルプレイヤーとして活躍した。なお、この頃入場では、フィフというプードル犬を連れて登場する。同年8月頃、鈴木健奏とタッグを組み、再び、 タックプレイヤーに転向。9月には WWE タック王座を獲得した。こちらのタック王座も最年少20歳で獲得となった。王座陥落後、再びシングルプレイヤーに転向。イラク工業では堂々とフランス国旗を振り回して入場し、現地の軍人からはものすごいブーイングを浴びた。2005年のドラフトで再び RAW に移籍。同年9月。 ヘルニアにかかって一時離脱。DSW でトレーニングを積み、2006年、第三のブランドとなった、リカップリングウィズに移籍した。2007年2月に、かつてのパートナーシルバングラニエと、再び、レジスタンスを結成したが、自らの薬物使用によって、台無しとなり、2007年7月26日に、WWE から契約を解除された。 2007年8月15日、ハッスルに出場。高田総統から地獄のナポレオン・レネ・ボナパルトと改名。後楽園ホールでタジリと対戦し、日本マットデビュー戦を飾った。その後は日本人女性と結婚し、日本を主戦場に活躍している。高田総統の離脱を機に本名に戻り一時、ベビーターンするが、ハッスルの画界で、 主戦場を全日本プロレスに移し、ヒールユニットのブルード・マーダーズにメンバー入り。髪を切りキャラクターも一新した。その後も全日本に継続参戦。2010年、チャンピオン・カーニバルに初出場し、太陽ケアから金星を奪った。ブルード・マーダーズの主力外人として活躍を続け、ついに8月29日の両国大会で、オービュー時代のパートナーであるランスケードと組み、 太陽ケア、明けぼの組の持つ世界タッグ王座への挑戦が決定したが、軽度の救世により中止となってしまった。8月15日の甲楽園ホールで行われたランスイ度追悼式では、軽度の家を持ち3列、涙を流した。軽度成去後、全日本に参戦することになったケンソコと、WWE 時代、タッグを組んだ経験のある。 鈴木健奏とタックを再結成し、9月20日にケア、アケボの組が持つ世界タック王座に挑戦するが敗れた。11月には、AWR のフランス大会に参戦。シルバングラニエとレジスタンスを再結成し、また AWR ヘビー級王座をダッシュする活躍を見せた。2011年6月、不祥事によりブードゥ・マーダンズが解散という事態に陥り。 シングルで活動するが後にヘルニアを再発し、療養のために欠場。2012年よりアメリカとイングランドのインディー団体で活動するようになり、SWE や p c w PWS に参戦している。2013年9月8日、東京ドームシティホールで行われたレッスルマイナス1の旗揚げ戦に出場。その後はデスペラードに加入し、不定期に参戦。 2020年4月からは、プロレスリングノアに参戦。杉浦軍の新メンバーとなる。グローバルタックリーグ戦にホデドクトル、ワグナージュニアとタックチームを組み、杉浦軍インターナショナルとして出場。A ブロックにエントリーし、4月18日の優勝決定戦に進出。B ブロック代表の中島勝彦、塩崎号のアクシスを制し、優勝した。翌4月18日に、 GHC タック王座にホデドクトル、ワグナージュニアとのタッグで挑戦し、王者の持ち丸、丸富士制度、持月茂明をワグナーが必殺のムーンサルトプレスで破り、GHC タック新王者となった。ありがとうございます。